自民党の総裁選挙は明日告示日を迎えます。今日出馬を表明している小泉進次郎元環境大臣が県内入りし、農業の現場などを視察しました。総裁選をアピールしたい自民党、一方すでに代表選に突入している立憲民主党からは厳しい指摘もありました。長岡市の田んぼにやってきた自民党の小泉進次郎元環境大臣。ジャケットを脱ぎ長靴に履き替えると、自ら田んぼに入って手刈りをしてみせました。昨日精米したばかりの新米が早速振る舞われると、すごく美味しい。米粒がしっかりしてます。若手の生産者と海外への輸出やスマート農業などについて意見を交わしました。今世の中は米不足ということで多くの反響がありますけども、実際に長岡の米農家の池田さんからこれからどんどん出てきます、もう大丈夫だと思いますという声が聞けて、多くの消費者の皆さん、国民の皆さんにも安心材料につながったと思います。今後やはり大事なことは、より的確にそういった情報をリアルタイムに適切に届けていくっていう政府の広報や説明のあり方っていうのはこれからすごく大事なことだと思います。その政府はこれからどうなるのか。事実上次の総理大臣を決める戦いとなる自民党総裁選は明日告示を迎えます。今日までに史上最多の9人が出馬を表明。政治と金の問題で逆風が吹く中、どう刷新するのかが問われます。小泉元環境大臣は田んぼのほか長岡高専でロボティクス部の活動を視察、スタートアップへの支援を強化したい考えを表明していて、リーダー像にも興味があるようです。リーダーは誰ですか？僕のチームは最高のチームだって思うところはどういうことですか？そうですね、もうみんな一丸となってやっているっていう点と、本当に効率よく動いてくれるっていうのは本当にすごいなと思っていました。今僕も皆さんみたいな最高のチーム作りを考えてますから、ね、リーダー見習って頑張ります。事実上国のリーダーを決める総裁選に野党からは厳しい指摘も。立憲民主党の西村智奈美代表代行です。誰が総裁になってもおそらくは自民党は変わらない、とにかく刷新感だけで、この総選挙を、乗り切ろうとしている。立憲民主党は代表選の真っ只中、立候補した4人は各地で論戦を交わしていて、23日に投開票が行われます。失われた30年、本当に暮らしに寄り添った政治が行われてこなかった、地響きにも似たような、何かそういった有権者の皆さんから の本当に憤りの声、怒りの声、それが本当に大きなうねりとなってくるのではないかというふうに思っています。そうした中、その後の解散総選挙を見据えた動きも日に日に活発になっています。新潟市西蒲区のイベントに出席していたのは、新潟2区から立候補を予定している自民党の細田健一衆議院議員と立憲民主党の菊田真紀子衆議院議員。この夏積極的に地元の活動に参加してきた2人、静かに火花を散らします。おそらく新しい総裁の下で、小泉さんが言っている通り、即解散になるんだろうというふうに思いますので、この10月あるいは11月いよいよ臨戦態勢ということで、私もピッチを上げて、頑張っていきたいと思います。解散総選挙の行方を握る新たなリーダーは誰になるのか。いよいよ明日告示を迎えます。